家庭菜園ライフ。こんにちは、三鷹市で菜園を楽しんでいる高畑です。今日はみかんの皮で野菜の生育障害を防ぐ方法についてご紹介していきます。皆さん、冬といったらこたつにみかんというほど、みかんなどの柑橘類を食べる機会が多いかと思います。みかんの皮は廃棄している方が多いと思いますが、実は家庭菜園において非常に有効な資材に変わりますので、このみかんの皮をうまく活用すれば野菜に発生する病害虫被害が防げますので、生育中に起きる障害というのが軽減できます。今日はそのみかんの皮をうまく活用した冬の栽培方法についてご紹介いたします。最後に質問にもご回答いたしますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。それではなぜみかんの皮が有効かということについてご紹介いたします。みかんの皮に含まれているリモネンという成分が害虫の忌避効果やウイルス菌の予防につながるという研究結果がいくつも報告されています。このリモネンという物質は家庭用の資材にもよく使われており、例えばゴキブリの忌避薬などによく使われています。ですので土壌に使うことによって害虫の忌避効果が期待できます。例えばアブラムシなど害虫被害が多い土壌でみかんの皮を使うことでアブラムシの発生を軽減したり、ウイルス菌を原因にした病気の予防が期待できます。ではどのように使うか実際にやってみましょう。ではみかんの皮を実際にどのように使うかご紹介していきます。土壌の上に撒くだけで効果が期待できるんですが、生のまま撒いてしまいますと腐敗菌が付着して分解すると腐って匂いが発生してしまいますので、乾燥させてから使うのが効果的です。乾燥させますと土への分解も早いので非常に有効です。こちらをご覧ください。実際に、みかんの皮を乾燥させて細かく砕いたものです。細かく砕く際にはペンチなどで潰すと爪でやるよりは早く処理できると思います。このようにサラサラとしています。ほとんど他の農業資材と変わらないくらい使いやすい状態になっています。このように食べ終わったみかんの皮をうまく活用してみましょう。こちらはぼかし皮にしたものです。このようにみかんを粉状にしてぼかし皮の資材として投入することで、分解が終わると少し甘い匂いに変わりますので、ぼかし皮の匂いが気になるなという方もみかんを入れることによって使いやすい資材になります。ちょっと出してみます。このようにみかんの皮が少し残っていますが、ほとんどぼかし皮の状態で分解が終わっています。匂いとしてはいい発酵菌の匂いがしまして、みかんが加わることで少し甘酸っぱいような感じもします。使っていて嫌な匂いではありませんので、このようにぼかし皮などにも投入してみてください。みかんの皮の中には微量の窒素分もありますので、有機資材として再利用することができます。それでは実際にみかんの皮を陳皮にする方法をご紹介いたします。先ほどの分量の陳皮を作るだけでも結構なみかんが必要です。一つみかんの皮を準備してみたいと思います。ではみかんをいただきます。みかんの皮全体を使いますので、このまま残してしまいましょう。一つみかんを食べてみます。甘くて美味しいです。皮がいっぱい欲しいからといってあまりみかんを食べ過ぎないようにしてください。こちらの皮を丸ごと使っていきます。このように家にあるボウルに入れて天日干しをしていきます。このように日当たりがいい場所で皮を並べていきます。内側を日に当てた方が乾燥が早いです。結構時間がかかりまして、2週間ほど天日干しをすればカリカリになります。冬場の間このようにどんどん食べてみてください。乾燥したら先ほどお伝えしましたようにペンチなどで潰していきます。
それではみかんの皮を実際どう使うかご紹介していきます。先ほどのみかんの皮を乾燥させた状態と仮定して使っていきます。このように粉末状にしたものは非常に手間がかかるので、ぼかし皮の材料で使っていただく方がいいと思います。油虫被害の軽減などに使うのであれば、このように細かくしなくても構いません。冬場に油虫が多かった場所では、土壌に越冬する油虫が残っている可能性があります。このように乾燥させたものを株元に置いておいてください。ではやってみます。春頃にはさらに分解が進むので、最後はすき込んでしまってください。ただこのように置いておくだけです。夏の土壌改善にも有効なので、冬のうちからやってみましょう。特にそら豆には有効だと思います。冬のうちから対策しておくと、春のアブラムシを減らせる可能性が高いです。アブラムシは葉の裏にコロニーを使って冬越ししたり、成長点の中で冬越しをすることがあるので、株元に陳皮を置いてみてください。冬の間の付着を防ぎましょう。それでは質問コーナーです。こちらの土壌改善の動画にコメントをいただきました。コーヒー石鹸水とはどのように作りますかというご質問です。コーヒー石鹸水はインスタントコーヒーを使います。通常飲む程度か、もう少しそれより濃いめに作っていただいて、それを1リットル作ったと仮定しますと、その中にヤシの実洗剤を私は使っていますが、食器洗い用洗剤をペットボトルのキャップ半分程度を入れます。そしてよく攪拌して出来上がりです。それをアブラムシなどに散布してみてください。やってみてください。今日はみかんの皮を使った病害虫の対策についてご紹介いたしました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。